最後まで動画のご視聴いただきどうもありがとうございました。最後に、来週の動画の告知をさせていただきます。先週も YouTube にですね、予告編という形でマイダイブ2021、僕が去年1年間潜って取りためた素材、全部でですね12万5000秒の中からよりすぐった写真で作った1年間の集大成という作品になっています。1年間どころかね、なんか作ってたら、僕の人生の集大成の動画みたいな形になりまして、かなり見応えのある、内容となっていますので、ぜひそちらの方もご覧いただきたいと思います。では、また最後にね、予告編の方流させてもらって、来週につなげていきたいと思います。海が大好きだから当たり前だと思っていた。考えたこともなかった。自分がなぜ海に潜るのかを。